先日リーダーの宮崎ゆかちゃんが卒業を発表しましたね。はい。ハロステで公開されたコメント動画も見ました。卒業って聞くと寂しかったり悲しかったりするし、もちろんその気持ちもあるのですが、その動画の中でゆかちゃん自身のこの先のこと、そしてジュース中生の思いをいつものように明るく話すのを見ていると、それと同じくらいの楽しみな気持ちが出てきました。ゆかちゃんはよくジュースジュースはすごい子たちの集まりとメンバーを褒めていますが、一番すごいのはそんなメンバーをリーダーとして結成時からずっとまとめてきたゆかちゃんだと思っています。可愛いだけじゃなく、かっこよく、頼もしく、優しく、本当に素敵なリーダーのグループに出会えてよかったなと思います。最後までゆかちゃんらしく駆け抜けてほしいです。卒業した後の活躍も楽しみにしていますとのことです。その他もたくさんの人からねメッセージ届いているそうです。ありがとうございます。本当にね、皆さんご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、BFM リスナーの皆様にご報告があります。私宮崎ゆかは2019年の春ツアーをもってジュースジュースおよびハロープロジェクトを卒業させていただきます、うん、そうですね、1年ほど前からまあね、いろんな大きな目でいろんなことを見るようになりまして、そしてこの決断をさせていただきました。卒業っていうのはまあもちろん寂しいっていう気持ちもあると思うんですけれども、でも悲しいことではないっていうふうに思っていますので、3月にはね柳川奈美ちゃんが卒業するということもありますが、最後まで楽しんでいけたらいいなって私は思っています。はい、いろんな方からいろんな言葉をいただいてすごい嬉しいなっていうのと同時に、いやこんなに愛されて私は本当に幸せ者だなと改めて実感させていただきましたので、またねそのもらった愛をそれ以上に返していけるように頑張っていきたいなって思いますし、私やりたいことまだまだたくさんあって、このセットリストどうですかとか、あとはバスツアーどうですかとか、まあね、ちょっとできることできないこといろんなスケジュールの関係であるんですけれども、今まあね最後だからっていうことをいいことにわがまま言い放題言ってるので、はい、この先も言えるところはどんどん言って、たくさん夢を叶えて思い残すことなく卒業したいなっていうふうに思っていますので、また皆さんいろんなお知らせができるように頑張りたいなと思いますので、引き続きジュースジュースを見ていてほしいなというふうに思います。よろしくお願いします。お願いします。そうですね、ゆかちゃんが卒業するっていう話を聞いて、まあ私たちもいきなり知らされたっていうわけではなくて、まあ前々からこういろいろ考えてますみたいな感じの話は聞いてたのでなんかそんな驚きですみたいな感じじゃなかったんだけど、やっぱり改めて卒業するっていうのをこうやって公式に発表してるっていうのを見ると、あ、すごい選択をしてるなというか、やっぱり勇気のいることだったと思うし、ねえ、なんかちょっと寂しくなるなっていう気持ちもあるんですけど、でもなんか今は本当普通に活動してる中でも今まで通り、いい意味で本当変わらずに明るく元気にっていう感じで、みんなそんなしんみりした空気は今のところないじゃないですか、ね、最近。大丈夫、最近。大丈夫、ちょっとはあるけど。ちょっとはあるけどさ。でもなんか、そう、だからこのまま笑顔いっぱいで、ゆかちゃんのこと卒業まで見送れたらいいなっていうのが私の目標です。頑張ろう。最近は、最近は、最近は、正直、なんかあんまり実感が湧いてないんですよ。たまに湧くけど、たまにワキワキなんですけど、だけど、でも実際、まあ、ともこも言ったように、すごく明るく接してくださってるので、そう、だからね、なんか、でも明るい卒業だし、そうだなって、まあ、前向きに、楽しんで。泣かないで最近。泣いてない。やめよ。残りのね、時間を、楽しみたいと思います、はい、ゆかちゃんとの。はい、以上。はい。かみさんは。じゃあ、私はね、本当になんか実感が湧かないっていうより、なんか多分、悲しくなるのが嫌なのか、なんか実感を湧かせないように多分自分でしちゃってるの。なんか、それ、いや、考えるのやめようみたいな。だから、なんか本当にその日になったら、私どうなっちゃうんだろうってめっちゃ思うの。なんか、わかんないの。なんか、今んとこ。でも多分その日までに多分もっともっと気持ちの整理をつけてるから、それは大丈夫だと思うんだけど、ゆかちゃんの未来をなんかこう、すごい応援したいなって思うし、すごいゆかちゃんは強いというか、ちゃんと自分を持ってるから、すごい安心して私はゆかちゃんのことをしっかりと応援したいなっていう気持ちでいっぱいです。楽しいですね。はい、ありがとうございます。はい、
はいはい、上村ですけども、はい、でもなんかパフォーマンス的にはなんか多分新芽ってことがあるから、ね、一番誰よりも実感を湧いてると思うの、うん、なんかずっと本当に一緒にいたの多分トータルの時間からしたらもうみんなの倍以上あるの、うん、確かにね、うん、そうだから本当に思い入れがある人だけど、うん、でもなんかだからなんか残り少ないのはジュースジュースとしてだけなのでそう他のね時間はまだまだあるので、うん、石川のゆかの実家に行けば会えるし、いるかな私そう いないかもいないかもだけど私ゆかの家族も大好きだから、まあ、それでいいのだけです。はい、だけです。じゃあ私は最初に兼任するってなった時も、うん、すごい不安な気持ちとかもちょっとあったんですけど、宮崎さんのおかげでねそういうのもこう解消された部分とか本当にね普段活動してて救われてきた部分もたくさんあったので、なんか少しでもその宮崎さんが卒業までの道のりのなんか何か力になれる自分でいたいなって出ます思います。いやいやいや本当に思いますね、はい、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。はい、はい、これからどうなっていくんだろうなっていう想像もたまにしたりするんですけど、うん、でも全然もうよくわからなくて、ね、前に進まなくて、うん、だからこう、まあ、時の流れに身を任せる感じで過ごそうと思うんですけど、うん、ルルはそれでいいんだよ。でもそれじゃもったいない気がするから、うん、ちゃんと考えなきゃなとか自分しっかりしなきゃなと思うんですけども、でもあの宮崎さんとの残りの時間を楽しめたらいいなと思います、うん、はい、これからもねジュースジュースを皆さんにたくさん愛してもらえるようにみんなで頑張っていきましょう。頑張ります、はい、はい。